久々に吉野家で朝食を食べてきました。久々なので興奮して朝食をこぼしてしまいました。朝食、難品おやじです。本日のテーマは、イデコリ利回り14%、難品おやじ4年間の成績ということで、私のイデコの今現在のですね、 状況を見ていただければなぁと思います早速結果を見ていきたいんですけども簡単に私の自己紹介をさせてください私はですね40代の親父で中年から1日も早いファイヤーを目指しています家族5人が生活するため普段は労働者であります 土日に副業と PC の勉強を兼ねてですね、2020年6月より YouTube を始め、2021年の7月ですかね、6月か7月に収益化に成功いたしました。で、2020年の8月よりブログも始めたんですけども、こちらをですね、ほぼ今現在は放置ということです。YouTube、皆様のおかげで収益化しましたが、 えっと約半年経ちましたが、ざっくりですけども、2万円ぐらいしかまだもらえておりません、まあ、もらえていませんというのはです、ね、正しい言葉が分かりませんが、今後、ですね、また収益化の詳しい数字の方もですね、ご報告できればなと思います。 ですねまあ、この通りゴールはまだ見えずということで、えー、皆さんです、ね、ぜひチャンネル登録されていない方はぜひよろしくお願いいたしますそれでは私のいでこの結果の方を見ていきましょうまずは、いでこの掛け金ですね会社員ですので私2万3000円かけることができます掛け金の配分状況これがですね今現在このようになっております で保有資産の割合はです、ね、一時国内株式の方も買っていたので、24%、外国株式58%、ターゲットイヤー13%というふうになっておりますが、今現在の掛金,金の配分としましては、楽天インデックス・バンガードですね、こちらが60%、ターゲットイヤー25%というのがです、ね、主な掛金,金の割合であります。 まずは資産の推移見ていただきたいと思います。私、楽天でイデコをやっております。楽天でやっている方は見たことあると思いますが、42歳の3月ですね、こちらから行っており、この黒い線が掛け金の合計となっております。だいたいですけども、2年ぐらいしてから、ね、徐々にはっきりとしたですね利益が出て、まあ、ここ44歳の 3月、大きく落ち込んでいるのはコロナショックですねがありました、そこからすぐ、えー、半年も経たずに、えー、回復して、ですね現状40、2021年の11月まで順調でしたが、えーとですね、最近の、えー、皆さんご存知の通り下落がありましたので大幅に落ち込みましたが、えー、すぐにですね1月、2月と、えー、回復基調にあります。でそれで、ね 何がどれだけ儲かっているのかを見ていきたいと思いますまずは、ですね実価評価額が141万1240円、投資累計額が104万7499円、これですね、累計額、なんでこんな中途半端な数字になっているかといいますと、手数料が引かれておりますので、このような中途半端な数字になっております。 で評価損益36万3000円のプラス、運用利回り14.63%ですで。昨年ですね、1年前にちょうどですね、私、同じような動画を上げておりまして、その当時は15%でしたでです、ね。一時は20%に迫る勢いでしたが、まあ、今回のです、ね、下落に伴い、えー、ここまで落ちてしまいましたが、まだまだプラスであります。 やはり何で一番儲かっているかと言いますと、この楽天全米株式インデックスファンド、これがですね、まあ、構成費も大きいんですけども、評価額、えー、こちらですね、非常に大きな利益と大きな金額になっております。それからですね、 次に私おすすめなのはです、ね、楽天ターゲットイヤー2040これがです、ね、意外に成績が良くて大きくプラスになっております、まあ、この二つがほとんどかなという感じがいたしますで国内株式はです、ねまあ、この評価損益だけ見ますと大きいんですけどもターゲットイヤーと比べるとです、ね、やっぱりパーセンテージで見ると若干劣るところがありますイデコの 結果報告は以上ということで、本日は時間がありますので、最近の私の動向や悩みを聞いていただければなというふうに思います。コロナ禍中、外出は難しい、厳しい、何をしている、過ごしているのかなというところですけども、まあ、昨年と一緒なんですけども、Amazon プライムにはまっています。でですね、Amazon プライムもかなり見ましたので、最近ではですね、ネットフリックス、 に加入ししてネットフリックスを楽しむ日々ですえそんな中ですね、9月に病気をしてですね、まあ、血圧高め、脂、まあ、質が多い、えー、脂肪肝などですね、いろいろ健康診断で引っかかってはおったんですけども、ね、9月に病気をしてしまい、現在はジムが通いという日々を過ごしております。 でね、ここの悩みってあるんですけども、も悩みですねえ。髪の毛がですね、異常に抜けております。まあ、かなりハゲ上がってきているなっていうの自分でも感じておりますが、まあ、これはですね、おじいちゃんあ、それからですね、両親、あとはですね、まあ、弟なんかはですね、もうほとんど髪の毛ないのでね、まだ自分は運がいいのかなという感じはいたしますが、まあ、剥げるのも時間の問題でしょう。あとですね、まあ、 今言った通りですね、まあ、運動不足と老化と戦っているということ、髪の毛も老化ですよね、運動不足、もうね、株をやって、ですね、人生老後、を楽しみだなというところもあるんですけども、ね、運動不足がゆえに病気をしてしまって、早死にしては意味がありませんのでね、皆さんもぜひ、えー、運動不足には気をつけて、えー、健康に留意していただきたいなというふうに思います。 ちなみに私、2 0 2 4年9月、ついに病気に尿路結石、これ非常にですね、お腹というか腰の辺が痛くてですね、もう叫んでしまいそうになるぐらいですね、痛いです。私はもうたまらず2時間ぐらい頑張ったんですけども、何の痛みか分からず、救急車を呼んでしまった次第であります。 まあ最近のまとめということで、私ですね、株が欲しくてお金を貯めているような言い方をしてましたが、えー、っとですね、実は貯めれてなくてですね、まあ、趣味のゴルフ、車中泊、一人目競馬、一時休止していると言ったにもかかわらずですね、お金は貯まっておりません。えー、っとですね、まあ、お酒、タバコ、 あとです、ね、まあ、女遊びって言ったら女性の方に失礼なんですけども、まあですね、なかなかやめれません。まあ、これはですね、まあ、私の相棒のですね、俊之君とですね、どうしても夜仕事が終わってからですね、まあ、ストレス発散ということで、 出かけててしまってですねついついお酒を飲んでしまったり、タバコを吸ってしまったり、ですね女性とイチャイチャしてしまったり、ですねそれにお金をですね全く使ってないかといったら、ですねそれは嘘になってしまいますので、ぜひです、ね、皆さんもこの辺お金かかると思いますので、ぜひです、ね、やめて株式投資に集中したいものです。まあ、ちなみにですけども、私、お酒はですねほとんど飲めません。3%のですね、 お酒じゃなくて何て言うんですかね、ほろよいって言う分かりますかね、皆さん、中配っていうんですかね、あれを1本飲むのがやっとぐらいのですね、えー、お酒の強さであります。タバコもですねまあ、付き合いタバコ程度で、まあ、1日5本も吸うか吸わないかという感じです。まあ、女性はですねまあ、人それぞれぞ ですね、まあちょっと私もですね、まあ、誘われたらですね断れないので,、まあですね、後輩に誘われたら、まあ、行ってしまうというのがです、ね、現状でありますでですね2021年10月よりジムに通ってますということでまあね お金をかけてまでって皆さん言うんですけどもなかなか1人ではですね、やれないもんですから、まあ、2021年10月よりジムに通って毎日ですね、30分でも1時間でも歩くようにしておりますで今後、まあ、今後といってもですね FIRE を目指すこれが大目標であります でファイヤーというとですね、完全リタイアになってしまうんですけども完全リタイアは非常にですね、私、今現状厳しいもんですからセミリタイアというのを目指しております。それに関してはですね、えーまあ、今後、早いうちに動画をですね、作ってあげたいと思いますし1本ですね、動画作っておりますのでぜひそちらを参考にしてください。 収入を増やすと言いましてもです、ね、仕事でさらさら頑張る気もありません。まあ、与えられた仕事は一生懸命やるんですけども、ファイヤーをです、ね、目指すにあたってのですね現状の会社員以外での収入、こちらを増やしていきたいと思います。まあ、具体的には株式の配当やです、ね、で局民益、あとは YouTube ですね。YouTube、現状ですね月に何千円というですね、 数値であります。ですのでそちらの方を増やしていきたいなと思います。でですね、せっかく増やした収入を減らさないように支出の方もですね、なるべく減らしたいなと。特にですね、私楽天経済圏で過ごしている日々で、楽天市場でですね、どうしても買い物をですね、してしまいます。お買い物マラソンあとですね。 楽天スーパーセールですね。なんかあると、うですね買わなきゃ損ぐらいの気持ちでやっておりますので、その辺をですねちょっと注意して、質出も減らしていきたいなと思っております。だと、ですね株式投資においては、まずは資産を減らさないということで、まずですね市場に居残る、これが一番大事かなと思いますので、投資信託を行いながら、ちょこちょこ、 トレードをしてきですね、えー、とですね、資産の方を減らさないように注意していきたいなと思っております。で、最後はですね、楽しく自分が、自分、ここ、ちょっとすいませんね。 えー、自分が生きられるようにということでガガ抜けておりますがせっかくです、ね、株式投資や資産を増やしてもです、ね、健康で楽しく過ごせるような体,体でないとです、ねえー、何の意味もありませんのでまずは健康に注意して生きていきたいなと。 いうこともありますし今、まあ、株式投資も健康もですね急に良くなったりですね急に悪くなったりというのはよっぽどないですですので日々の積み上げこれが大事かと思いますのでこちらの方をですね今後も継続して行っていきたいなというふうに思いますまあ、今回の動画結論ということでコロナ直撃で本業減収減益ということで昨年なんか夏のボーナス半額でした ですね。1月、2月の会社の業績見ますと、どうやら来年の夏も怪しそうです。皆さんの会社はいかがでしょうか？冬こそですね。まあ、だいぶ私の会社も戻ってきてはいるんですけども。もまあ、ボーナスもまともに出たんですけども、夏また怪しいですえ。トヨタさんなんか？ 決算見ますと非常にです、ね、いい数値出ておりますがその子会社、孫会社になりますと明らかに減収減益しておりますしうちの会社も減収減益で間違いないだろうというところまで来ております。えー、ぜひ、ねえー、皆さんボーナスをあてにしたです、ねえー、お買い物などは控えていただいてです、ねえー、株式投資に誠意を出しましょう。 2つ目、新たなコア事業、YouTube とブログで早期収益化ということで、YouTube こそですね、昨年、収益化を果たしましたが、月に1万円もいかない。 ところでありますブログに至ってはですねの面倒くさくなって放置ということになっておりますので、なんとかブログもですね積み重ねて、まずはですねお金がもらえるところまで、で YouTube もですね登録者数、現在 1, 1万じゃないですね、1300人ですので、なんとか1万人ぐらい目指して、ですね月に1万円を目指して今頑張っているところであります。ですね今現在 物価上昇中だがということで、まあ、カップラーメン、あとですね、気になるところではガソリン、上昇しておりますね、えー、皆さん、食品関係が特に上昇しておりますが、給料、小遣いは上がっておりません。 ですのでね、まあ、これは岸田さんと岸田総理と、ですね、うちの嫁に頼むしかないんですけども、なんとか給料を上げて、小遣いもアップを目指して、ですね、なんとか対応していきたいなというふうに思っております。で最後にですけども、健康には気をつけようということで、まあ、この動画を見ている方は、ですね、私とほぼ年齢層一緒かと思いますけども、ね、 株式で大儲けしてもです、ね、健康でなければです、ね、使いどころがありませんのでぜひ皆さんも、えー、健康診断人間ドックを受けて健康にはです、ね、気をつけてください、まあ、健康と株式はです、ね、日々の積み重ねが非常に大事であります3度の食事も大事ですけども、まあね、皆さんぜひちょっとの心がけで株式投資 健康っていうのはですね変わりますので日々気をつけていきましょうでは次の動画でお会いしましょうさよなら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 といったところでもう1ページありましたが、まあ、特にしゃべることはありませんそれではまた来週難品ンンおやじでした